俺も木の葉に戻ってきた時、今日の修行もなかなかきつかったってばよ。まだまだこれからだっての。少しずつ修行の量を増やしていくからの。なんだ、いきなり笑いよって。そんなに次の修行が楽しみか。いや、そうじゃなくて、修行やってると嬉しくなってさ。嬉しい？修行ってはすげえきついけど、でも少しずつサスケに近づいてるって思うと嬉しくなってさ、もっともっと強くなって絶対にサスケを取り戻してやる。常に明るく、そして前向きな姿勢か。お前を見てると、この忍びの夜もいつか明るい光が差すように思えてならん。突然なんだよ。残念なことだが、今のこの世には憎しみがはびこっている。憎しみ？争いが生み出す産物、何かを失って生じる恨みの感情。オロチマルやサスケも家族を失い、憎しみに囚われた被害者とも言えるの。その憎しみをどうにかしたいとは思っとるんだが、実際にはどうしたらよいのかわしにはまだわからん。だがいつかは人が本当の意味で理解し合える時代が来ると。なんか難しいってばよ。答えが見つからんかった時は、その答えをお前に託すとしようかの。おっす、エロ仙人の頼みなら仕方ねえってばよ。何？なんで笑うんだよ。お前の笑顔には救われるようだ。お前を弟子にしてよかったわい。ナルト。イルカ先生。ジライア様のことを、俺のことをずっと見てて、俺が火影になるとこ見ててもらいたかったのに、エロ仙人にはかっこ悪いとこばっかしか見せられなくて、俺ってば。ジライア様はお前のことをいつも褒めていたよ。自分の孫のようだと、いつも話。エロ仙人が。お前が自分の意志を継ぐ存在だと信じてた。いずれ立派な火影になると信じて疑わなかった。だから。でも。ん？エロ仙人はもういねえ。孫みたいに思ってくれてても、火影になるって信じてくれてても、もうエロ仙人はいねえ。もうどこにも。
いるさ。え？お前の中に、お前の心の中にいる。そして、ずっとお前を見守ってくれてる。俺の中に？確かにジライア様は、お前の前からは消えた。でも、意志。長い間、ジライア様と共に歩いて、お前は何を受け取った？それこそ、数えきれないほどの思いを、意志を受け継いだはずだ。意志は生きている。ジライア様の意志は、お前の中で、しっかりと生き続けているんだよ。目をつむってみろ。お前の中に、ジライア様はいるはずだ。わしは信じているぞ。たとえお前が同じような目にあったとしても、しっかりと前を向いて進んでくれることを。その瞳は曇ることなく、信じた道を突き進むことをな。わしはいつでもお前を信じておるからな。どうだ、お前の中のジライア様は、なんとここでうじうじ落ち込んでろって言ってるか？言ってね、信じてるって。しっかり前向いて進んでいくことを信じてるって。信じた道を突き進むことを信じてるって。いつでも俺のこと信じてるって言ってくれた。そうか。俺が落ち込んでたら俺らしくねえ、おかげになれるって言ってくれたのに、孫みたいだって言ってくれたのに、落ち込んでばかりいたらエロ仙人に怒られるってばよ。すげえ辛いし悔しいし苦しいけど、けど立ち止まるのはもうやめだ。うじうじしてんのはもうやめだ。俺は俺らしく、エロ仙人からもらったものを引き継いで自分の人道を突き進んでいくってばよ。エロ仙人の弟子として最後まで。それでこそ俺の知ってる渦巻きナルトだ。頑張れよ。うん、ありがとうイルカ先生。さあ仕切り直しだ。最終章、渦巻きナルト物語。みんな、集まったようだな。もう大丈夫なの、ナルト？ああ、いい顔になっとる。では、深作様、ペインの情報いいじゃろ。これがジライアちゃんが残したペインの情報じゃ。リンネガンか。思った以上に厄介ですね。しかも6人もいるなんて。他に深作様自身が感じたことはありますか？今はどんな情報でも欲しいのです。そうは言ってもの、いや、そういえばあの時ジライアちゃんがこんなことをつぶやいておったな。
おい、どうした？本物はいない。ジャイアちゃん、本物はいない？一体どういう意味なんですか？わからん。なぜあれを口にしたのか見当もつかん。さすがにそれだけじゃどうしようもないですね。ナルト？もうペインのことは大体わかった。俺は修行に行ってくるってばよ。ちょ、あんた、いきなり何言い出すのよ。どんなにすげえ能力持ってても、それに負けないくらい強くなればいいだけだ。俺は修行して強くなって、そんでエロ仙人の仇を絶対取る。じっとなんかしてらんねえ。力むのはいいがな、今のお前がここで修行してもペインには到底勝てりゃ。だと？だからじゃ、このわしについてこい。妙木山で戦術の修行じゃ。妙木山？そこで修行すればペインに勝てるようになるのか？それはわからん。じゃが今よりも可能性は上がる。じゃあ迷うことなんか何もねえ。ペインに勝つ道があるってんなら、俺はその道を信じて突っ走るだけだ。よう言うた。ではしばらくの間ナルトはお預けします。想像しいやつですが。ああ、さてナルトちゃんは修行の準備をしてくるがいい。わしは木の葉の門で待っとるからな。よし、やってやる。準備はできたのか？おっ！それじゃ、行く。ここが妙木山じゃ。おお。さて、まずはわしの家を。何言ってんだよ、じいちゃん仙人ってば。時間はいくらあっても足りねえんだ。さっさと修行を始めようぜ。おいおい、ナルトちゃんよ、そうせえても。俺は遊ぶためにここに来たんじゃねえ、強くなるために来たんだってばよ。こやっちそうじゃな、よかろう。ならば早速修行開始じゃ。そう来なくっちゃな。まずはこの環境に慣れるところ。慣れる？この妙木山は特殊な環境下にあってな、慣れていなければ単純な行動を取るだけで体力をひどく消耗するようになった。ふん、そんな感じはしないけど。ま、動けばすぐにわかる。ね、これってわしの術で作り出した偽物たちじゃ。じゃがその強さは折り紙付きよ。奴らとの手合わせを通して
少しでも早くこの環境に慣れてみせ。それが第一の修行じゃ。よし、やるぞ。